こんにちは。今日はですね、魅惑のカーボン時計5選というテーマでお話ししていこうと思います。このチャンネルでは主に時計に関する情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、時計がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回のテーマはカーボンです。特に車好きの方なんかはですね、こういったカーボンの独特な模様に目がないんじゃないでしょうか。カーボンボンネットとか GT ウィングとか、もちろん本来の目的は軽量化だったりするわけなんですけど、このカーボン柄目的でつけている方も多いんじゃないかなと思います。私もですね、まあそんな一人で、ちょうどガレージに転がってたこのカーボンシートも小指で持てるぐらい軽いんですけど、私にとってはその軽さっていうのはあんまり重要ではなくて、とにかくこのカーボン柄ですよね。これが男心をくすぐるんですね。というわけで今回はカーボン柄の文字盤の時計からケースの素材がカーボンの時計まで、とにかくカーボンな時計を5本紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。というわけで早速やっていきましょう。魅惑のカーボン時計のまずは1本目ですね。1本目はオメガのスピードマスターの351950です。時計好きなら1本は持っておきたい定番のスピードマスターなんですけど、せっかくならカーボン柄のこういったモデルはいかがでしょうか。これはですね、ミハエル・シューマッハ選手が2001年の F1 ワールドチャンピオンになった時の記念のモデルですね。世界限定11,111本ですかね。まあ一応本数限定のモデルではあるんですけど、結構出回ってるので特段プレミアがついてるわけでもなく、今だと中古で20万前後で購入することができますね。動画概要欄の方に参考の URL なんかを貼っておきます。こちらのモデルはですね、裏蓋にシューマッハのサインが刻まれていたり、あとは文字盤のインデックスの1だけが数字になってますよね。なんかこうナンバーワンといったデザインがかっこいいです。シューマッハモデルのスピードマスターは他にも結構いろいろ出てて、赤文字盤とか黄色い文字盤とか、割とですね派手めのモデルもあったりするんですけど、このカーボン文字盤のモデルであればビジネスなんかにも使えると思うので、シーンを選ばずですね、これ1本でオンにもオフにも使いやすいんじゃないかなと思います。というわけで魅惑のカーボン時計の1本目はオメガのスピードマスター351950でした。続いて2本目ですね。2本目はメカニケベローチェのクワトロバルボレです。カーボン文字盤っていうこと以前に、この4つ目なデザインの時点でもう男心をがっつり掴まれますよね。これはですね、車の4気筒エンジンをイメージしてデザインされたっていうことなんですけど、スポーツカー特有のたくさんメーターが並んでいるような、そういった雰囲気も感じられて、なんかこう惹かれますよね。ちなみにこのクワトロバルボレの4つのメーターはそれぞれが独立した時計になってて、中身もですね、自動向きのムーブメントが4つぶち込まれています。ちなみにですね、このモデルの新型というか後継機にあたるアイコンっていうモデルがあるんですけど、アイコンの方は同じ4つ目のデザインなんですけど、それを1つのムーブメントで動かしてますね。まあ技術的には1つのムーブメントで4つを動かすっていうのがすごいとは思うんですけど、昔のですね、このクワトロバルボレのムーブメントを4つ突っ込んどけばいいじゃんっていうような豪快な感じが好きだったりします。そんなクワトロバルボレのカーボン文字盤モデルは中古だと15万から20万くらいで推移してますね。ちなみにカーボンの文字盤以外にも定番の黒文字盤とか、あとは赤とか黄色とかオレンジとか派手めのカラーの文字盤もありますし、あとはなかなか手に入らないんですけど、ブレンボのブレーキディスクを使った文字盤だとか、それからステアリングメーカーのナルディとのコラボのモデルだとか、車好きであれば一度はチェックしておきたいブランドですね。というわけで魅惑のカーボン時計の2本目はメガニケベローチェのクワトロバルボレでした。続いて3本目ですね。3本目はブレゲのトランスアトランティックのタイプ20のチタンモデルです。ステンレスケースの黒文字盤に対して軽量なチタンモデルは文字盤もですね、カーボン柄になってよりスポーティーな印象です。当時の国内定価が131万円で、現在中古だと、60万前後ですかね。あんまり出回ってないんですけど、それぐらいで推移しています。ちなみにですね、トランスアトランティックによく似たモデルとしてアエロナバルがありますよね。たまに違いを聞かれたりするので、すごくざっくりと解説すると、トランスアトランティックはアエロナバルの現代版っていった感じで、別にこれっていうのは新型旧型とかそういったことではなくて、昔ながらの雰囲気を残しているのがアエロナバルで、それを現代版に使いやすくアレンジしているのがトランスアトランティックといった感じです。なのでですね、例えばアエロナバルの方は日付表示がないんだけど、トランスアトランティックには日付の表示があったりします。ちなみに少し日付についての話をすると、もちろんですね、機能的にはある方が優れているわけなんですけど、機械式の腕時計の
場合、日付があるだけで結構ですね、めんどくさくなるんですね。詳しくはですね、こちらの動画で解説してるんですけど、まあこのアエロナバルとトランスアトランティックみたいな感じで似たようなデザインで日付のあるなしを選べる場合は、一度ですね、ご自身にとって腕時計の日付表示が本当にいるのかどうかっていうのをですね、一度考えてからモデルを選んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちょっと話がそれましたが、こちらのトランスアトランティックのチタンモデル、チタン素材にカーボン文字盤っていう、まあなかなかブレゲらしくないこの感じが、人とはちょっと違うものをつけたい方にもいいですよね。というわけで、魅惑のカーボン時計の3本目はブレゲのトランスアトランティックのチタンモデルでした。続いて4本目ですね。4本目はウブロのビッグバンのカーボンモデルです。ちょっと変わった素材といえば、ウブロのイメージが、まあ、私は強いんですけど、どうでしょうか。こちらのビッグバンのカーボンモデルは文字盤はもちろんなんですけど、ベゼルもカーボンですし、ケースもカーボン素材でできています。なので、まあ、ケース系 44mm もある大きな時計なんですけど、それにしてはめちゃくちゃ軽い、およそ 112g ですね。文字盤のカーボン柄から同じような柄でカーボンのベゼルが続いていて、この塊感というかオールブラックな感じがいいですよね。裏蓋はスケルトンになってて、ウブロの独特な黒いローターが、これまたなかなかかっこいいですね。定価がおよそ223万円、現在中古だと100万円前後で購入することができます。というわけで、魅惑のカーボン時計の4本目はウブロのビッグバンのカーボンモデルでした。いよいよ最後の5本目ですね。5本目はタグホイヤーの彼ら1887クロノのカーボンマトリックスコンポジットです。なんかですね、まあ、写真を見ていただいて分かる通り、これまで紹介したモデルと違ってザ・カーボンな感じの柄じゃないですよね。今流行りのですね、ポージドカーボンの柄ですね。まあこのカーボンマトリックスコンポジットっていうのはタグホイヤーのオリジナルの素材で、カーボンとプラスチックの複合材っていうことなんですけど、まあこうギュッギュッと押し固められて、おそらくですね、まあこれも単造で作られてると思うので、普通のカーボン素材よりも硬くて軽いです。まあ正確に言うと、軽くても十分な強度を得られるっていった感じですかね。総重量は先ほどのウブロよりも軽い 107g で、ちなみにですね、このカーボンケースだけの重さで言うとなんと 19g だそうです。オーバーホールの時なんかにムーブメントとか全部外して一回こう持ってみたいですよね。 19g の時計のケースってどんなもんなのか。ちなみに 19g でググってみると、だいたいイチゴ1つの重さだそうです。こちらの彼らは定価で112万円で、現在中古では50万円前後で推移してますね。50万円っていう金額だけ見るとやっぱり高い時計なわけなんですけど、それでもですね、まあこの金額でまだまだ新しめの新世代の素材を腕に巻けるって思うといいんじゃないでしょうか。というわけで、魅惑のカーボン時計の5本目はタグホイヤーの彼ら1887クロノのカーボンマトリックスコンポジットでした。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、こんな感じでカーボンな時計を5本紹介したわけなんですけど、まあ文字盤だけがですねカーボンになったところで、大して軽くもなければ時計全体の強度が出るわけでもないんですけど、それでもですね、このカーボン柄があるだけでなんかテンションが上がりますよね。他にもですね、おすすめのカーボン時計がありましたら、ぜひコメント欄の方から教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。